はい、大阪府より NHK をぶっ壊す、政見放送についてちょっと大阪府の選管に電話してみたいと思います。政見放送っていうかね、大阪府知事選挙。すいません、NHK から国民を守る党の立花隆という者なんですが、はい、お世話になります。お世話になります。ちょっと大阪府知事選挙のことで、はいはい、ちょっと何点かお尋ねしたことをお電話差し上げたんですが、立候補の件で。あ、かしこまりました。はい、まずですね、まあ供託金は300万円っていうのは分かってるんですけども、これは大阪府に在住じゃなくても立候補できるんですよね。あ、そうですね、はい、知事は大丈夫ですよね、東京にいても。はい、はい、で、あとですね、はい、選挙ポスターっていうのありますよね、公営掲示板のポスター。あ、はいはい、これって大阪府は大体何箇所なんでしょうか。大体ちょっとじゃあちょっとこちら一回確認して折り返させてですね。あ、わかりました、はい、あと、はい、これ10% を超えれば公費負担になるんですよね、ポスターっていうのは。ポスター、そうです、枚数が決まっておりまして、はい、その枚数以内でした、枚数と金額が以内でした、以内であれば、はい、ポスター代も 10% の得票率を超えれば供託金が没収されなかったらということ。そうですね、はい、はい、大体でいいんですけど、大阪府ってポスター何枚ぐらいですか。1万枚とか5000枚とかってレベルで言うと。わかりました、はい、大丈夫です。はい、じゃあ、電話番号申し上げますので。あ、お願いいたします。はい、080 080、はい、2508 2508、はい、9347です。9347ですね。はい、立花様です。はい、代表の、NHK から国民丸党の代表の立花隆と言います。あ、田中が受けたまわります。田中様ですね。はい、はい、ちょっとね、ひょっとしたら4月に選挙があるみたいな可能性も報道されてるようなので、はい、はい、もうその場合は立候補するということで、今ちょっと準備を進めてる状況ですので、はい、よろしくどうぞ。あと、ごめんなさい、ついでにて申し訳ないんですけど、はがきも送れますよね、大阪府民の方に、とか、その、そうですね、はい、このはがきの枚数と金、公費負担の上限もちょっとついでにって言って申し訳ないんですけど、あと、あとビラもありますよね、選挙間中に配る少子春ビラ。そうですね、はい、はい、ちょっとこの3点じゃあお調べいただいて折り返していただけますか。かしこまりました。はい、よろしくどうぞ、はい、すいません、失礼いたします。はい、はい、ということで、早速なんですが、政見放送、まあこれについてお話をしていきますと、まあ今大阪府知事選挙が来年4月の7日に告示の方向であるんではないかという報道がされています。で、僕この選挙結構可能性としては高いと思っています。来年4月7日に統一地方選挙で、選挙を行われる可能性が高いとは思っているので、今から準備を始めております。で、政見放送についてちょっとこれからの番組は作っていきたいんですが、ちょっと一回切ろうか。一回今の大阪府知事選挙の選挙について選管に問い合わせたということで一回切ります。次の動画で政見放送について語っていきます。大阪府より NHK をぶっ壊す。